アイハーブ開封動画です。見てください。風邪予防のためにエキナセア2つ買いました。婦人病の予防のためのサプリザクロ、久しぶりに入荷されてたので2つ買いました。アレルギーを落ち着かせるためのパパイヤ酵素2つ。むくみ予防には断然これ、グルコン酸カリウム、ビタミン C、 デンタルフロス。アイハーブで一番売れてるリップクリーム、ミネラルソルト、すぐ売り切れになっちゃいます。並べてみるとこんな感じです。これは使い切ったやつ。なんとなく甘い香りがあるので好き嫌い分かれるかも。